ハロー YouTube、 キジトラハウスキャットビデオ。昨日のアンチは今日の友。呼びになりましたね。皆さんこんにちは。2021年10月15 19日月曜日ですね。さあ、キジトラさんいますかね。痛い痛い痛い、キジトラさん、これ。キジちゃん。ほらほら、キジちゃん。シワ君からのモールス信号です。白いお猫さん警報ですね。いきなり入りました。モールス信号です。気がついていますかね。白いお猫さんを狙います。ジロリー、鋭い目つきですね。キジトラさん。再び睨みます。ギョロリー、ギョロ。ベルが鳴り、収穫作業です。始業時間開始です。夕方のお仕事になりました。ベーシックインカムですね。いいですね。いつも羨ましいですね。白いお猫さんになります。ジロリー。立ち上がりからね、野良猫です。立ち上がりに野良猫に狙われます、キジトラさん。今日も三つ星グルメですね。これ一番気に入ってんのかな、キジトラさん。今日の観衆は4万人ですね。平日のこの寒い曇りの中、4万人も来てくれました。払い戻しはもうすでに不可能です。不能です。それを考えてね、キジトラさん。キジトラさん、今日は放棄しないでね、お願いします。ね、キジトラさん。今のところ順調ですね、キジトラさん。よかった、よかった。打ち壊しにしないでね。お立ち台を降りてしまいました。あらららら、第2ステージですね。よかった、第2ステージが始まりました。尻尾をピンと立てていますね。ご機嫌なんでしょうね。お立ち台を、ん、また降りちゃった。なんだこりゃ。あらららら、ぶち壊してくれました。第3ステージに入りました。調子いいですね。尻尾がピンと立っています。よかった、よかった。お客さんもびっくりしたでしょうね。変な格好ですね。まあ、許しましょう。キジトラさん。なんとか食べてくれています。よかった。やっぱり、三つ星グルメのおかげでしょうか。キジトラさん御用達のですね。キジシロさんを狙います。ジロリー!もりもり食べています。画面がちょっと変色しているようですね。モリモリといえば磁場の影響でしょうかね。ちょっとなんかおかしな画面ですね。あ、来ました。森村氏の違法海賊無線ですね。来ました、来ました。痺れています。キジトラさん。かなり痺れていると思います。森村氏の違法海賊電波ですね。痺れています。砂の嵐状態ですね。画面が固まりぐるぐるです。森村氏の違法海賊電波、ちょっと撫でてあげましょう。絶縁になるかな?痺れています。砂の嵐状態ですね。森村氏の違法海賊電波続きます。まだまだ続きます。相当痺れてると思いますよ。森村氏の違法海賊電波です。しつこいです。野良猫組合が依頼しております。あ、回電波が収まりました。でもちょっと痺れているのかもしれませんね。ちょっとやばいですね。お立ち台を守りました。チュア君からのモールス信号です。キジシロさん警報ですね。モールス信号鳴っています。聞こえてるかな?白いお猫さんを睨みます。ギョロリー!キジシロさんをさらに睨みます。ジロリー。チワ君から申し白いお猫さん警報ですね。白いお猫さんになります。ギョロリー。
なでなでなで、自転車のおじさんを狙います。ギョロリー、自転車じゃなかった、歩行者だった。立ち台を降りてしまいました。どうしちゃったのかな。あ、プーマスタイルですね。やった、久しぶりですね。判定はどうでしょうかね。プーマスタイルはおまけで満点ですね。やったね、キジトラさん、おまけで満点です。当局の審議の結果が出ています。第4ステージまで達したのでご褒美でした。よかった、キジトラさん。やっぱり放棄しないといいことあるね。お、なんだ、野良猫。お、ギョロ、お立ち台を降りてしまいました。もう余裕でしょうね。野良猫たちがいて落ち着かないのかな。キョロ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 しています。舌なめずりしながらうろ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 しています。困っています。食べません。終わりかな。混ぜましょう。食べてかな。あ、お立ち台また降りました。これはちょっと食べてないですね。第5ステージです。すごい第5ステージです。今までにないですね、第5ステージなんて。幻の第5ステージ達成です。すごい、キジトラさん今日はやりますね。野良猫を睨みます。ギャラリー、立ち台を降りてしまいました。立ち台を降りましたね。うろ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 しています。夕方のお話はここまでです。第5ステージ達成です。よかったですね。プーマスタイルもありました。職場放棄もありました。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイです。